い、どうもそこんにちは、千代田光吉様けども、覚えて帰ってください。さあ、今回ですけども、実は佐々木を引いてました、僕は。あのね、動画を出すタイミングがなくて出してなかったんですけど、実は弾いてたんですよ、魅力的に感じて。はい、で神引きっすね、普通に1体目聞いてくれました。マジでありがたかったです。これはてか、工場キャラに課金チケット用意してくれるのマジでありがたくて、ダイヤ使わんで済むやんっていうね。で、今回は、その出た当初のほぼ初見プレイの佐々木さんと、新シーズン今入ったじゃないですか。で、そこでの、第1戦目を今回お届けしようと思います。はい、2本立てですね、佐々木くんの、まだ来ると、2体目が来るといいですね。で、このなんか確定外で来るんですよね、最後の最後のところで来てよって感じなんですけど、確率の低いところで来るっていう。で、これで翌日ですね、せっかくなら80レベルにしようぜっていうことで、追い方ですね、ダイヤ使う踏みになっちゃってるんですけど、まあまあいいかなと。ゾーン系やし、で、ちょっと面白いじゃないですか。なんすか、瞬間でもないけど、だいぶ時間かかるけど、ウィーンって感じで。好きだらけなんですけど、あのスキルって。まあでも、ゲッターやし、魅力的に感じたんで、僕はね、ダイヤを使う覚悟を決めました。はい。で、佐々木くん、試合を先にみんなにね、見てもらって、で、その後に、パーティー紹介しようかなっていうふうに思ってます。メダルとかね。うん。で、ここでなんだかんだ入れを着てくれるっていうね。初ゲット。マジでありがたい、こういうのは。で、ボンちゃん来て、みたいな。何気に神引きじゃない。イデオ先ね、初見初めてのゲットで、で、先も来て、ボンちゃんも来て、コーラもしっかり獲得できてっていうね。で、また来るっていう4体目。すごくない？この工場ガチャの 5% 疑うよね。で、ここで、80レベルになってくれたというところで、ガチャがおりますので、はい。試合ね、2本立て楽しんでてください。どうぞ。さあ、ということで、佐々木第1戦目やっていきましょうか。ここは新波動絶対に死守したいんで、タマケラトップスで行っといて、で、移動速度も上がるでしょ。これ頑張れば、ウタちゃん間に合うでしょ。俺は死んでもいいから。頼むみんな、ここ、繋いでくれ。いい。あ、ちょっと、早く、だ、え？マジか。この C 肌を全くこの取り替えないね。本当に終わってますね。さあ、気を取り直してやっていきましょうか。敵のにじみは溜まってないはずです。なので、佐々木でいけるはず。これさ、ここで取るのはいけるっしょ、多分。もうスキル溜まってないんであれなんですけど。ナイス。あ、それはナイスすぎる。ナイスすぎるのでは？いよいよ、取ろうみんなで。ああ、さすがに。で、移動しよう。はい。ああ、ちょっと、何なんか、やめ、された。いや、じゃあこっち行こう、っと。減らすぎ減らそう。C 旗諦めて。エースも頑張ってるやん。来ますよね、知ってた、水だ。知ってた。結構耐久に振ってるんですけどね。なんかあんまりっすね。一回、カード、あれ、あっすか。あ、厄介ね。雷！え？マジか！下手こいた。ジャスちゃうんだ、今の。やばー、このブースト物入れてけんかったな、痛すぎる。ベスト使った、ワン。しよっかなぁ。普通に2陣目やな。もう使ったんだね。危ない。はい、使った。あ、ワン、ツー、よい。マジで間に合ってくんだ。やっちゃったー。ナイス。いや、もっと佐々木さんを活躍させてあげたかったな。いや、待てよ、これいけるぞ。裏取りソップスいけるわ、これ。行ってこい。ウィーン。脆すぎる。
すぐ握ってくれ、マジで。なんか、余韻を持ってるわ、こいつは。そういうの良くない、マジで。すぐ握ろう。そんな余裕ないんやから、俺たちに。はい、玉キラトップする。ボーンやっといて。ブイーン。あ、結果俺、よかったよかった。さあ、ということで、シーズンは変わりまして、これアルベルト、クイーンのいる環境ですね。はい、頑張っていきましょうか。これ S プラスの560ぐらいです。ここで活躍できなかったら、この子終わりです。頑張りましょう。この子のためにも俺は頑張らなくちゃいけない。意外と身長高い。あ、来るような一目散やんな。知ってる。狙いやすいよな。全然入ってへんやん。タマキラトップス。ふざけろ。いけ、抜き終わり。当たってないのこれ。ジャスト入って、いや入られんか。いやでも全然食らえへんな。なんでそんな属性でしたっけ。覚えてねえよ。いや無理や、取らへん取らへん。ターゲット変えよ。お肉食って離れた瞬間にヘリケラトプスでガウガガウでいいかな。うぃー、赤犬か。赤犬ぐらいには勝てないとね。あ、これ行こう。こっち B 行けるはず。来たよね。よいしょー。で、ここ逃げらないよ。一発からの、タマキラトプス。うわ、無敵。はい、ジャスト入って、ワン、ツー、よいしょ。オッケー、ナイス。やるやん、やるやん、タマキラ。いいよ、いいよ。やられたか。ワン、ツー、ジャスト入って、ここでウィーンって上がって、いけ、やれ。ジュ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 。全然入れへんわ。ジャスト入って、やばい、逃げ、ゾロ、助けて。いや、でもワンチャンあったな。ブースト中ってのもあったけど。こっち行くか。アルベルに狙われた おしまいな。あ、向いてるわ。ナイス入って。いけ、タマキラトプス。ナイス。これはちょっと、もうため、ちょっと逃げよ。無理。ここどこ？やられちゃった。まあ、こんなもんでしょう。60レベルなんや、しかも。やば、クソ巻き返されてる。せっかくウロドレしたとこも2回に貯められちゃったし、ダフが2回いるでしょ？かなり。知らんぷり知らんぷり。こっちこっち。オッケーオッケー、これ勝てる、勝てる勝てる。はいはいはい、してるしてる。聞かない聞かない。あー、ローが来た。もう最悪。ほんまに。じゃあ最低。パウ勝ったかな。んー、まあ、そんな強くはないけど。なきにしもあらず。はい、ということで、332000分いかがだったでしょうかね。本当に S プラスでしょ。そういうことなんですよ。で、まあ、ね、さっき、ローから全然ダメージ受けてなかったじゃないですか。まあその要因が原因っていうか、自分がダウンした時に体力が回復すると、これ知りませんでした。で、防御力が、かつ増加するっていうことで、だからローのね、攻撃食らっても全然体力に響いてなかったっていうのが、あれでしたね。で、メダルはダッシュ系メダルで、こう防御力が 70% ぐらいと攻撃が 14% という風になっております。はい、まあこの子は本当にもう攻撃なしでね、もう攻撃なしとかそういう次元じゃないと思う。ヘリケラトプスがあまりにもちょっと遅くて、なんかもうちょっとね、こうラグナラクみたいにドスーンとこうすぐにこうね行ってくれるようであれば隙を見せずに行けるんですが、あれ多分見てから2かカウンター張れるでしょ。多分普通に。なんでまあね、今の環境、まあ
どの環境でもちょっときつそうな感じでありますが、でもワンチャンね、まあステージ次第では、まあ輝けるのかなというふうには思うので、まあコツコツ育てていこうとは思ってますので、はい、ちょっとカチカチさせたんでね、またリベンジはしようと思ってます。はい。ってな感じですかね。キャラドライブはゲッターとグランドラインで、やっておりました。はい。特に別に引かなくていいと思います。まあゾーン系にね、魅力を感じる方は、絶対に引いた方がいいと思います。その工場で緑のゲッターゾーン系っていうのは本当に数少ない希少なキャラなんで、本当にそれだけは言います。はい、ぐらいかな。ということで今回ね、この辺で終わります。お相手は千代田光輝でした。それでは皆さん、さよなら。